さあ始まりましたペガサス&ユニコーン。どうもサンシャイン池崎です。構成作家北村です。それでは早速このコーナー行きましょう。サメ映画をしゃくりたーい。さあというわけですね。はい、まあやっぱ今話題沸騰の温泉シャークね、7月5日公開されて、はい、全国公開、はい、全国34巻かな、はい、やっぱ気になってて、ほう、公開日、はい、温泉シャークで、はい、結構つぶやきとかを見てたんですよ。出た、勝手にエゴサ、温泉エゴサしてて、はい、まあ評判よくて。本当ですか。はい、いやいいですね。まあでもあれ評判いいですよ。うん、うん、7月5日の、はい、ファッションとビューティーのトレンドに温泉シャーク入ってました。どういうことですか。どういうこと。わかんない、温泉シャークよくわかんないところにトレンドが入って、ファッションとビューティーのトレンドに温泉シャークって書いてありました。それ なんでそういうことが起きるんですかね。なんでなんだろうね。なんかね、エンターテイメントっていうコメント、欄があって、はい、でそこに温泉シャークって書いてあるんだけど、うん、その温泉シャークって書いてるのにさらに細分化されて、はい、ファッションとビューティーって書いてあるんだよね。だからやっぱ予告でも出てましたけど、やっぱマッチョが出てくるとか、はい、あの辺がビューティー要素があったのか。マッチョがですか。だってサメが泣いてるとかもやっぱ美しいっちゃう。あ、まあまあ美しいもんな。いや美しいかもしんないですけど、うん、美しさとは程遠い描写もたくさんありましたから。確かにね、はい、X が混乱して、はい、変なことになったもんね。なんだ温泉シャークって。そんな中ですね、はあ、バドシネーム2児の母は復職済みさん、うん、池崎さん北村さんこんにちは。じゃあ温泉シャークが見たくてうずうずしていました、うん、別件で子供たちを実家に預けることになっていたので今がチャンスと思い一人で見てきました。今がチャンスです。関西の映画館で見てきました。他にどんな人が見に来ているのか、見に来ている人は馬主なのかとそわそわしながら映画館に向かいました、うん、発見し入り口に向かうと温泉シャーク何番シアターです、温泉シャーク何番シアターですと誘導されている人たちはみんな男性、シアターに入ってくる人たちも男性ばかりの40歳以上、さすが温泉。たまにお父さんと お子さん男の子という人たちもいましたが9割が男性。1割が女性。そりゃそうだよ。ちなみにぼっち女は私だけでしたと。かっこいいね。かっこいい、うん、いいっすね。いいよ一人で。ママさんが、うん、ありがとうございます、はい、なんか結構あの関数も限られてるし、はい、あとその上映回数も少ないっぽいの。そっか、1日の中でずっと繰り返しやってるタイプじゃないですね。もう結構満席多いらしくて。あ、そうなんですね。逆にレアチケットになりつつあるから、なんかこのは評判が良くてね、はい、関数が増えていくと嬉しいけどね。うちにちょうど DVD が届いて、あのクラウドファンディングの、うちも届きました、はい、でちょうど娘が最近、うん、サメが急に好きになりだして、あの味噌汁に入ってる人参、うん、薄いやつを、うん、なんか一丁切りっていうんですかね、その円だけど、うん、三角形、うん、はい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 、はい、4分の1円みたいな、うん、それを箸でつまんで、うん、サメって言うんですよ。え、なんかそのサメの才能あるね。ひヒレっぽいんだ。はい、ヒレっぽいからサメって言うんですよ。でなんかこうやってひょ、そうするとこう人参食べてほしいから栄養的に、でーりんとか言いながら娘の口にこうサメのヒレをこうでガブーみたいな感じで食べられる側のサメ、はい、みたいな遊びをしてて、ちょっとずつ今娘がサメに来てるんで、うん、ちょっと温泉シャーク見せてみようかなっていう。いや子供でもいけると思う。いけますか。1歳だっけ。2歳。あ、2歳。いや無理無理。いやでもね、2歳の子も楽しんでたっていうつぶやきも見た、はい、あ本当ですか、うん、じゃあちょっと娘と一緒に見てみようかな。全然いけんじゃない。大丈夫ですか。普段ディズニーとかですよ、うん、見てるの似たようなもんだから。感動もあってハラハラもあって本当に歌もあるし、やっぱちょっといろんな素敵なものに触れてもらいたいっていうのがあるから、うん、基本ハッピーな話とか。ハッピーな話だったじゃん。ハッピーエンドだよ一応。いやでも、うん、めっちゃくちゃするんじゃない、あんな大量のサメ見たら。
超喜ぶかも。喜ぶかもな、うん、ちょっと DVD 見せてみようかな。あのちょっとお母さんがいないときに一緒に家族で見合いじゃん。ちょっと怒られるかもしれない。ちょっと奥さんにも見せて、温泉シャーク。え、怒られるのか、こんなのクラウドファンディングしたんだって。うちのか。いやいや、それは多分大丈夫、うん、大丈夫。そういうのは笑ってくれる方だとは思うんですけど、ちょっと娘をサメ界に巻き込んでいいものかどうか。いや、いいと思う。いいですか。今ね、流れ、サメの流れ来てるから、はい、でね、とうとう、うん、まあ、公開されて、はい、今何日が経ったんだろうな、3日4日ぐらい、はい、ですね、はい、温泉シャーク、はい、フィルマークス、うん、あの映画の、あの口コミだ、食べログの映画版みたいな感じですかね。ですね、はい、例えば、うん、コナンの、はい、うわ、100万ドルの道しるべ、最新作ですね。めちゃめちゃヒットしてるやつですよね。これは 3.9 です。おお、温泉シャークどれぐらいだと思いますか。これ、うん、ガチで推理していいですか。まあ1個を、はい、ちなみにトイシャークは 2.8 です。はい、うん、はい、これ本気で推理すると、はい、1をつけることがある種の賞賛になったりもするじゃないですか、うん、サメ映画って、うん、ありますね、はい、そのあえての1が褒め言葉になるみたいな、うん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 、そういう人もいると思うので、うん、3.2、うん、なるほど、はい、3.8 です。すごい。めちゃくちゃ評判いいんだよ。高っ。これ上映感増えんじゃねえかな、このペース。すごい。おお。ああ、でも素晴らしい温泉シャーク。いや、こんなん作った方々めちゃくちゃ喜んでるでしょうね。そうだね。ね、あと、はい、ちょっとこれ嘘だと思って聞いてほしいんですけど、今話題聞くんですね、はい、今話題の映画、はい、ルックバック、ルックバック、はい、あのチェーンソーマンの人が書いてる、うん、はい、あのルックバック短編の、はい、藤本敦樹先生の映画が公開されて、はい、評判が良くて、はい、見に行ってきまして、はい、もうフィルマークスも 4.4 ついてる。1時間ぐらいの、とんでもない 4.4 って、はい、見に行って、はい、まあめちゃくちゃいいんだけど、はい、これも実はサメ映画です。これ見に行けば分かるから。池崎さん、はい、僕、うん、見に行きました。え、池崎さんがルックバックいいって言ってて、うん、多分、うん、ラジオで喋るだろうなと思って、うん、空いた時間で見てきました、うん、見た、はい、サメ映画だったでしょ。いやだから、うん、絶対そこ言うだろうなとも思いました。サメ出てきたでしょ。ただ結構出てきたでしょ。あれはサメ映画ではないです。ここサメ出たでしょ、うん、重要な感じで。いや、そのサメ映画という単語が、うん、これ日本語にすると、うん、違う意味を持つじゃないですか。まあまあそうだね、うん、だからそういう意味ではサメ映画ではないです。バレたか。ただサメは出てきたでしょ、はい、サメは出てきました。はい、重要な、うん、すごく重要な要素。何匹ぐらい出たかな。結構出たけどな、はい、ただルックバック、まあ気合入ってたでしょ。おしゃれでさ、はい、こんな描き方あんだみたいなさ、はい、劇場行くと本もらいましたよね。もらった、これね。で、これがもともと販売されてたやつだよ。池崎さん、ラジオでこれって言ってもこれがね、割とカラーの表紙がついてるやつがもともと読み切りで、そう、一冊だけのルックバックっていう漫画一巻完結が出てたの、はい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 、でこれはもう市販されてたんですね。そう、あ、で結構ちゃんと背景とかも、うん、ほんと連載用の、そう、ちゃんとした絵っていう言い方でいいんですけど、うん、で劇場で配られてる方は、うん、なんだろう、絵コンテみたいな。そう、それもいいよね、なんかね。そうですか、ね、あ、両方持ってるんだ池崎さん。そう、すごっ、めっちゃいいね。それ見て欲しくて買ったんですか、ルックバック。いや、もともと買ってた。あ、もともと持ってたんだ。これこの人のね、ほぼ持ってんだよ実は。結構好きでさ。いや、面白かったですね。なん、どう、泣いた。俺なんか知らんけど泣いてたわ。なんか泣いてた、圧倒されて。なんかどこっていうとまたネタバレになるんですけど、うん、
泣きました。なんか音とかもめっちゃいいし、はい、絵がなんか描写が美しくてさ、表現がおしゃれだし、なんか泣いてた、青春だし。やっぱこの見方ってやっぱ違うんだなと思うのが、うん、僕は悔しくなりました、うん、どう？なんで？いや、そのってやられた仕掛けで、あそこの仕掛けめっちゃおしゃれだったよね。そうそうそう、だからおしゃれすぎてというか、うんうん、悔しいっていう、その、なんていうんですか、その、うん、その戦う相手でも全然ないんですけど、なんかこうものづくりをする人としては、なるほど、なんか悔しさみたいなのは、だからそれはキーちゃんの脳だからね。俺の脳じゃあそこは悔しくない翔さん、まあ、まあでしょうね、うん、やっぱ悔しがるポイントが違うんで、違う、テンションが高いとか、池崎さんもしかしたら何だったら温泉シャークとかで悔しがるかもしれないですもん、ね、温泉シャークがこんな翔さん見てんのが、はい、それちょっと悔しいもん。俺は、うん、マジで悔しくないです絶対出たかったとか思うし、はい、やっぱそこ違うんですね、感性が。やっぱ映画ああいうやつって、うん、見る人の環境によって感想ってだいぶ変わりません？そうだね。だ前言った14歳のしおりもそうですけど、めっちゃ良かった、うん、あれもどういう学生時代過ごしてきたか、そう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 、あの映画の感じ方って変わるじゃないですか。確かにルックバックも見る人によって感性変わるね。どんな人生なのか、はい、うん、共感できるのか、うん、そうそうそう、うん、でもなんか1時間って短いストーリーだけど、はい、すっげえよかったな。もちろんこれはネタバレとかにはならないと、うん、範囲で一個だけめちゃくちゃ思ったのが、うん、この走り出すとこ、うんうん、がグワーってきましたね。あそこね、はい、何回かあったけど走るところ、はい、うん、あそこです、ターニングポイント、ね、ターニングポイントね、ああそこね、うんうん、あれがね分けるときの、はい、グワーってきました。あそこはあそこよかったよね。 なんでここで走らそうって思ったんだろうって、うん、この作者に、うん、なんで走るっていう、うわーってなりましたね。見てほしい。終わった後もさ、なんかさすごい空気になるんだよね。なんか会長なんかすげえもん見せられたみたいなさ。あれでも、うん、ツイッター X か、うん、なんか岩井さんそうと、うん、偶然同じ回見てました。そうジュース買うと並んでたら、はい、いた岩井じゃんっつって岩井さんもジュース買うと並んでた、何してんのっつって何してんのっつって、うん、ルックバックっつって、へえー、ポカポカ終わりとか言って、はい、うんとか言ってもう言ってたんですね。そう、そういう時って、うん、どういう感じなんですか。あーでもね、はい、その、うん、もう席は決まってるでしょ。でもね、はい、ほんと見て、はい、その入り口で喋っただけ。あ、帰りはもう別バラバラ。へえ、あいつも仕事あったし。なるほどなるほど、うん、そっかそっか。そういう時ってむずいっすよね、うん、なんか知り合いに映画館で会った時って、うん、もう正解って何なんだろう。確かにな、一緒飯行こうとかもなんかまた違う気もするしな、うん、いや確かにこれむずくないですか。知り合いと映画館で偶然会って、うん、でも席は別々で撮ってるから、うん、出てくるの待った方がいいかなみたいな、ね、そう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 、えっと何が正解ですかね。でも俺例えば、うん、俺と池崎さん偶然会うじゃないですか、うん、で、うん、見終わりますよね、うん、で池崎さん席いつもどこら辺取ります。俺やっぱ真ん中あたり、ど真ん中、うん、なるほど、できるだけ、うん、俺はちょい前目なんですよ。うーん、多分俺の方が先劇場出るじゃないですか、うんうん、俺はスタスタスタって帰るのが正解なのか。俺だったら2分待つ、はい、外で2分ぐらいちょっと待つ、うん、でちょっと待ってこなかったら、うん、LINE かなんか入れるぐらいですか。うん、あ、なんか来たら LINE も別しないかも。帰りましたって来たら、あごめん帰ったわっていうか、うん、うん、なるほど。言われた時もあいつの席が分かんなかったから、うん、結構会場もでかくて、はい、俺が先に出たのか、はい、岩井が先に出たのかも分かんなかったから、はい、ほんと外でほんとちょびっとだけうろうろして帰ったやっぱちょびっと待つ、ちょびっとうろうろして岩井さんどうしてたのか気になるな。ね、
それちょっと今度会ったら聞いておいてください。そう、新宿のバルトナインで見て、うん、俺もそこです。でバルトナインの俺初めてバルトナインの他の階を、はい、あのエスカレーターでわーって行ったんだけど、はい、2階か3階にゲームショップみたいなのがあって、バルトナインって、新宿にある丸いのアネックス館かな、うんうん、そう、なんか別館みたいなところで、結構なんかマニアックな、マニアックなゴジラのポップアップみたいなのがずっとあったりとか、そう、はい、で2階3階も結構そうアニメとか、はい、メイド服売ってたりとか、はい、昔そんな感じじゃなかったんですよ。あ、そうなんだ。はい、どん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 そのサブカル色が強くなってって、で駿河屋って読むんかな、うんうん、駿河屋、あの中古 DVD とか売ってるところ、じゃそこに行ったら、うん、スーファミのソフト売ってて、はい、2個買っちゃった。何買ったんですか？超魔界村好きだな。超魔界村とファイナルファンタジー4、はい、買っちゃったわ。あ、それで言ったら、うん、わ、すごい偶然、うん、池崎さん、はあ、すごい偶然起きましたね今。何？あの、うん、こちらラジオネーム、うん、ルルルさん、ほう、いつも YouTube の動画ラジオ楽しく拝見しております。あざす。私も鹿児島県出身で現在関東に住んでいるため、池崎さんには勝手に親近感を湧いています。湧いてんじゃねえよ。話は変わりますが、先日トランクルームの整理をしていたところ、はい、うん、スーパーファミコンのソフトが24本出てきました。最高、欲しい。夫の所有物ですが、うん、本体もなく不要なので処分するとのことです。え、最近池崎さんがスーパーファミコンのソフトを集めているようでしたので、探しているものがあればお譲りできればと思い、今回 DM を送らせていただきました。あ、嬉しい。ソフト一覧の写真を添付いたしますのでご確認くださいっていうので、てのわざわざ写真を送ってきていただいて、うん、なんか24本、だって物によっちゃ結構高くて売れたりするからね。 あ、そうなんですか。うん、だって、はい、本当平気で車線したりするからね。へー、これがですね、ちょっと読み上げてっていいですか。はい。ヨッシーのロードハンティング、うん、星のカービィスーパーデラックス、星のカービィ3、うん、スーパーマリオカート、スーパーマリオワールド、スーパーマリオコレクション、ぷよぷよ、うん、なんて読むなこれ、受帝戦記、ジョー&マック、ファイナルファンタジー4、ボンバーマン2、バトルサッカー、ヨッシーアイランド、ドンキーコング、タイニータウン、ツインビー、ロックマン X、パチンコ、クレヨンしんちゃん2、ドラえもん4、スーパースコア6、テトリス2、頑張れゴエモン、ゴエモンキラキラ道中みたいな24本。写真あるんですか？はい、あります。後で送っときますんで、うん、ちょっともしこれ欲しいなってなったら、うん、あの僕の方から DM 返しておきます。何個かありました。ありました。気になるのありました。いいですね、うん、すごいね。はい、いやー、ファイナルファンタジー4思わず買っちゃったな。あ、もう買ったんですね。今まさに入ってませんでした。うん、買っちゃった、うん、やりたくて。もうね、ソフトがもうコレクションとして欲しくて買っちゃった。駿河屋、うん、箱付きでした。箱付き、説明書付き。わあ、ほんとだ、全部箱ある。池崎さん家にあるのが、うん、ドラゴンボール Z、 うん、超武道伝、はい、超武道伝、スーパー武道伝か、スーパー武道伝、スーパー超武道伝って俺が動画内でさ、はい、言ったらさ、スーパー武道伝ですよ、好きだったら間違えんなよってきて、速攻削除した、そのコメント。うっせえよと思って。好きでも間違えるだろうって思ってさ、はい、いますね。ね、そのなんか警察、そう、好きだったら間違えるよっつって、いや、はい、何年前のやつだと思ってんだよと思ってさ、はい、当時も間違って読んでたわ俺と思って。なんか厳しいですよね、池崎さんのその、うんうん、ちょっと何ていうんですか、オタク系の企画に踏み込んだ時、うん、めちゃめちゃポリス集まってきますよね。まあでも多分治安めちゃくちゃいい方だけど俺たちのチャンネル、うん、なるほど。あとはドカポンでしょ。シムシティとかも買っちゃってるから俺。シムシティいいな。そうでしょ。で、学校であった怖い話、うん、で、カメたちの夜、あれプリンスオブペルシャ。知らない。これね、うちの兄貴がやってて、はい、結構むずいアクションゲームっていうか、これはね、うん、ちょっとこれも配信でやりたいんだよね。で、ファイナルファンタジーと超魔界村、うん、なるほど。超魔界村も兄貴とやってたから、思わず買っちゃった。その下にはプレステのソフトも来てるし、そうそうそう、すごいな。どん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 
オタク部屋になってきてますね。最高。そう、今日ねちょっと、配信してる方の部屋で撮ってるんですけど、本棚見ながらめちゃくちゃいいやつね。じゃあ行きましょうか。あ、そっか、タイトルコール知らなかった。88末広がり来ましたね、はい、末広がりでケツ広げろって言ってたもんね。そうですね、やってくれたんでしょうか。で行きましょう。88馬力のペガサスサンドユニコーン。さあ、というわけでね、ちょっとなんか何気に忙しいね。バタバタしてね。そうですね、いや本当にバタバタが、うん、どうしたね。最近ね、はい、この前さ、はい、小学生の基礎英語っていうさ、はい、NHK のラジオ、そう、はい、まあ、ラジオの英語の小学生向けのラジオもう5年ぐらいやってるんだけど、はい、うん、それの OnTV って言って、はい、実際に子供たちを目の前にしてやるテレビ版、テレビ版小学生の基礎英語みたいな、ね、なるほど。いつもはラジオだけど、うん、今回映像があるってことですか。そう、はい、っていうのであって、実際にお客さんが来てさ、でやるんだけど、はい、まあ子供が可愛くて。何歳ぐらいの低学年の子？マックス小6。ああ、じゃあ全体的に来る感じですか。はい、で一個の、うん、トピックスというか、コーナーで子供たちがオチを考えるコーナーみたいなのがあって、ほう、サンシャイン池崎 is famous for 何々。サンシャイン池崎は何々で有名です。はい、こう何々の部分考えてください、はい、いろいろ考えてくれる。もう俺たちのない発想めっちゃあるよ、はい、口の中にタンコブがあること有名ですとか。何ですかそれ。発想が違うから。それを英語で言うんですか、子供たちは。あ、英語、こっちで英語に訳したりもしてるんだけど、はそれ発表するコーナーとかあって、はい、口の中にタンコブがあることで有名です。そう、すっごいな、出てこないな。出てこないでしょ、一生出てこないの、もう俺たちの脳じゃ。いや、そう、たまにいるんですよね、こう芸人のネタ見せとかしてても、うん、そのセリフ俺一生かかっても書けないわっていうセリフ出すやつ。そうそう、もうね、俺たちは出ないのよ、うん、で、可愛かったのが、うん、もうとにかく可愛くて、池崎は表面温度が6000度あることで有名です、まあ、太陽みたいで言ってて、はい、このワーって言うから、はい、そうなんだよ、俺6000度あんだよって言って、はい、マンドク買って、はい、でカイルさんも一緒にいて、カイルさんも俺触って、はい、あっちーとか言って、はい、おー、やけどするぞとかなんか言ってて、はい、6000度あんのとか言って、そうそうそうとか言って、6000度あんだよ、じゃあお母さんはとか言って、お母さん60万度だとか言ってみたいななことやってんだで、NHK ですよね。そう、はい、でなんか収録終わって、はい、わーってみんな集まるんだけど、はい、写真撮ろうって言ったらさ、はい、一人の少年がさ、はい、俺60万度あるけどなってずっと言ってくる。俺60万度あるけど池崎6000度、俺60万度なんだけどつってずっと言ってくる。さっき言った母親の温度がもう影響されちゃってるじゃないですか。そうそう、俺60万度だからとか言ってめっちゃ可愛いな、可愛いなと思って、なんでやつって負けたわとか言って、で小学6年生の子とかもさ、はい、ええかんとか言って、はい、あ、もう6年生だともう3とかつける感覚あるんだ。もうそう、池崎もいたかな、池崎さん どうしたっつったら、中学校になっても聞いていいですかっつって、可愛い子抱きしめとろうかなと思ってね。小6もまだ可愛いのか。いや可愛いよ、かたまんないよ。だ5年やってるから小学校の間中聞いてる子とかいたのよ、なんか、小2ぐらいからずっと。すごい、そう、嬉しいね。うちの娘が英語勉強する頃まで、うん、池崎さんじゃやっててください確かにね、うん、そう、あ、そうだ、もう本当今週会ってはって思ったこと、わーって思ったこと適当に話すけど、はい、カエルさんとさ、その小学生の基礎英語で会うんだけど、はい、
なんか何の話か忘れたけど、カエルさん昔主演の10分ぐらいの尺のドラマやってんだって、はい、あ、そうなんですか、うん、へえ。アマプラかネトリかなは、なんかそうサブスク系で 見れるらしいの。はい、見たいって言ってさ、はい、どんなタイトルって言ったらザ・ベンザって言うんだってで、聞いた話によると、はい、カエルさんが便器抱えてるシーンがあるとか聞いて、情報だけだと全く分かんないんだけど、はい、すげえ見たくなって。何それ、まだ見てないんだよな、今思い出した。あ、ザ・ベンザある。嘘、アルファベットですね。そうだよね、ザ・ベンザ。アマゾンプライムかなで見れるっぽいですね。アマゾンプライムで見れます、ザ・ベンザ。うわ、見れる見れる、あった。うわ、めっちゃカエルさん出てる。本当だ、ザ・ベンザあるわ。2019と2020があるわ。だってシーズン1とかあるから。本当だ、ちょっとアマゾンプライムのなんか、うん、あらすじじゃないですけど、うん、なんか読んでみて東京のアパートでルームシェアをして暮らす外国人のクリスとカイル。もうカイルじゃん。トイレの前で頭を抱えていた。目の前には真っ二つに壊れている便座。一体何があったのか、ファイナル便座の意味と世界の終わりがどう関係しているのか、座り心地のいい快適な便座を取り戻すための二人の旅が始まる。どこに行く旅ってわ、見たいな。なんかアホっぽいね。はい、いいですね。これちょっと見とこうか。見ましょう、みんなで。我らがカイルの主演。はい、確かに。ちょ、見たい見たい。見たいね。っていうか、うん、僕らあのカイルさんを、うん、面白通訳さんとしていつも来てもらってるじゃないですか。うん、池崎さんもラジオの共演として、うんうん、本業俳優さんですから僕ら一回もカイルさんの本業見たことないんですよ。じゃあこれで初めて見る。初めて見る。代表作でしょ。そう。ザ・ベンザ見よう。いや、代表作は大河でしょ。いや、こっちでしょ。ザ・ベンザ主演なんだから。そっか。うん、今週あったことといえば、はい。とある YouTube 企画、はい。で後輩いっぱい出てもらって、うん。で、まあ協力してもらったんだけど、その後ちょっとまたすぐに他の YouTube 企画撮影があるからっていうので、うん、ちょっと後日またご飯。行こうっつって池崎さんがなんかその企画の打ち上げやろうみたいな感じで言ってくれて、うん、で紀伊国渡部がちょっと感じ合って、うん、そう、あいつが やらせてくださいみたいなっていう飲み会あったじゃないですか、うん、はい、でそこでちょっとほんとしみじみ感じたんですけど、うん、池崎さんって、うん、めっちゃくちゃ舐められてますね渡部にでしょ。渡部もそうですし、うん、全体的に、全体的にですね。なんでだよ、俺が一番年次上で年も上で年上で年上で年上で芸歴も全部上だよ。はい、うん、あれも俺が出してんのに、うん、はい、そのまず、うんうん、その打ち上げの場所が、うんうん、新宿三丁目、新宿三丁目、うん、じゃないですか、うん、で池崎さん家から、うん、めちゃめちゃ遠いんですよね。遠い、正直めんどくさい。車で行ったとしてもタクシーでも 3,40 分かかるから、うん、めちゃくちゃで電車の乗り継ぎも、俺だから、はい、俺その日ルックバック見てんだよ、新宿で、新宿でルックバックを見て、はい、でそれ車で行ったの、はい、で一回車家に置いてまた沖に戻ってもう一回新宿行ってんだから、ね、そもそも、うん、なかなかないじゃないですか、その先輩、うん、先輩が行きづらいとこで打ち上げするって、うん、そう、俺も渡部から場所来た時に、はい、あ、こいつ自分が行きやすいところにしたなで、実際ね、その秘近の国が、うん、新宿で、うん、ライブそうでしょあって、うん、それ終わりで渡部が行きやすいところに、うん、まず店選びされてるというのがまず1点目。1点目ですね。舐められてるな、うん、それは俺は感じて、あーって思って、はい、で2点目なんですけど、うん、池崎さん
とみんなで飲んでる時に、うん、まあ正直、うん、こうテレビとか出てるチームは、うん、なんか DM とか来るのみたいな話題になって、うんうん、あったっけそんな話題、うん、はい、いやインスタとか、うん、で DM とか来るのみたいな、うん、で太鼓なんて、うん、最近、うん、リンダガダインフィニティで油乗ってるよ、うん、でかっこいいし、うんうん、男らしさもあるから、うん、めっちゃ来んじゃん、いやいや全然ですよ、うん、みたいな、うん、でそういった渡部は、うん、みたいな、いやまあ僕はまあ正直まあちょこちょこは来ますみたいな、うんうん、で大ちゃんとかは、うん、みたいな感じで、うん、こう後輩がみんなでこう、うん、DM 来るかっていうのを振るんですけど、うん、誰も池崎さんに聞かないんですよ一番俺に聞きたいはずだけどね、はい、一番俺に聞きたくない、いやだから出代的に、いや、うん、多分なんですけど、うん、この人はもう来てないだろうって思われてる、やっぱりなあいつらちょこちょこは来てんだから、こんなに振られない先輩初めてだなと思って、その最後に取っとこうとかの感じじゃなくて、うん、もうあなるほど、でも次の話題行きそうなあたりで池崎さんが、うん、いや俺にも聞けよ聞けよあいつら、これが一番られてるしな、芸能界を知ってんだからあのメンバーの中じゃくれだよ本当に、いや結構いろいろありましたもんね、うん、そうだよ、あと渡部いて、うん、2軒目行ったじゃないですか、行った、池崎さん2軒目の覚えてるかな、まあ結構もう飲んでたんで、鳥貴族、はい、うん、2軒目鳥貴族みんなで行って、うんうん、池崎さんめっちゃテンション上がってて、うん、うわ鳥貴族めっちゃ嬉しいっつって、うん、俺好きだから鳥貴族、はい、でテーブルついてすぐ頼もうぜっつって、うん、で北山さんなんとかっすか、うん、ああじゃあそれお願いっつって、で池崎さんだけオーダー聞かれなかったんですよ、渡部だ、はい、渡部だあいつあいつ好きなのめちゃくちゃ頼んでたよ、1軒目ぐらい頼んでたもんね、はい、ボーってまた並べてしかもこれ別にいじりでやってないんですよね、素で池崎さんだけオーダー聞かないって、聞かないでいいと思っちゃった時間を短縮するために自分で電目を押すと思ったんですかね池崎さんはあいつやばいよな本当。あいつはやばいです、あと渡りも、うん、なんか鳥貴族でミルクチョコみたいなの飲んでて、うん、飲んでたね、なんかなんかストローを甘いっぱい飲んでて、うん、なんか飛ばして、うん、中身がかかったんですよ、うん、でその渡りの横に俺いて、で渡りの正面池崎さんで、うん、でバーって結構飛び散って汚れたんですけど、うん、俺にしか謝らないで池崎さんあいつらやばいね、一言もすいませんマジで、はい、俺は酔っ払ってるから、はい、ちょっとあいつは一回説教だなこんな舐められてるのおもろいなって、俺もう途中から、うん、もうちょっと笑けてきて、ちょっとやっぱキイちゃんヒゲ生やしてるからね、やっぱヒゲが怖いとかな、ヒゲが怖い、体もでかいし、うん、だって他にも話題的に、うん、なんか誰かとなんかちょっと、うん、揉めてる系のエピソードみたいなのみんなあったりする、うん、みたいな話になって、ね、で怖いの聞いて、うん、で俺がちなみに池崎さんってありますか、うん、で池崎さんに振ったんですよ、うん、あー俺かーって言ったら、うん、渡部があの僕って言ってあったあった、渡部が自分のエピソード話し出して、あいつやばい、あれあれそれは覚えてるこいつやばいなと思って見えてねえんか俺のことと思って、僕あの、うん、北村さんに一回話したことあると思うんですけどって言って、うん、完全に今池崎さんのターンだったところを渡部が喋り出すっていうその奇跡が、あいつねやばいから、はい、ちょっと一回ラジオ呼びます、あいつ呼ぼうか、ちょっと金の国渡部が、あいつラジオの前でも多分そうだと思うよ、まあ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 とか言ってしかも、うん、その金の国渡部は、うん、最近やっぱライブシーンとかで、うん、ちょっとそういうキャラちょっと失礼みたいな、はい、うん、もあると思うんで、でもオフであれなんで、うん、オンだったらすごい、ね、やばいよあいつ本当にあいつのチャンネル出た時もやばかったもんずっと、うん、そっか池崎さんが、うん、渡部おにぎりチャンネル、そうで渡部クイズみたいなやけどすぐ、はい、すっごい仕切りたがるしね、なんかすぐできる MC っぽくしたちょっと戦争してください、まあ、渡部と本当に、うん、やりましょう今度、いや敵ですか、ちゃんとした化け物だからあいつ確かにあいつはナチュラルボーンだから、いいですね、うん、でもそういうやつがねバ
と行ったりするからな、このままか、はい、確かに、うん、突き抜けてれば、そう突き抜けてるほどチャンスは転がってきますから、そうなの、はい、よし面白かった。じゃあ、はい、あのコーナー行くか。どのコーナーですか。ご当地カレー食べてみよう。やった。さあ、というわけでね、ちょっと準備していきます、はい、いや実はね、仕事終わりで飯食ってないんですよ、今もう夜10時だけど。しばしばし、はい、さあ、お待たせしました。今日のカレーはこちらですね。ほう、イノブタカレー。イノブタカレー、まあ、イノシシですよね、多分。イノシシ、うん、これね、はい、群馬駅だったかな、群馬で買いました、うん、群馬県、うん、群馬、群馬の、群馬県産のイノブタ肉を使ったカレーです。ちょっと、はい、どうなんですか。上野村の味。上野村、うん、これイノブタって、うん、ごめんなさい、僕知識ないんで分かんないんですけど、うん、イノシシなんですか、豚なんですか。いや、多分イノシシじゃない。調べてみましょうか。イノブタとは、イノブタとはイノシシと豚の雑種なんだって。ハイブリッドの語源にもなった。ほうほう、上野村のイノブタ、あ、有名なんだね、群馬県の上野村がイノブタで。あ、そうなんだ。初めて食べるな。はえー、イノシシかける豚、イノブタ、イノシシではないんだ。どっちでもあるのか。ちょっと見た目はね、普通のポークカレーみたいに見えますけど、ちょっと風味が違うんかな。結構サラサラですね。で、なんか角煮風のちょっと細かいやつ入ってますけど、うん、これがイノブタなんでしょうか。へえ、有名なんだ。これも普通に池崎さんがじゃあ旅先で買ってきたやつですね。うん、英語帰りで。いいですね、このイノブタって何と思って買っちゃった。せっかくだからお肉のとこいただきます。いただきます。いただきます。うまっ。うまいね。うん、なんか別に獣臭とかしないね、うん、なんか俺正直そのジビエ的な肉の臭さ来るかと思ったんですけど、全然。結構でも辛みがあるというか、カレー自体は、うん、辛すぎずというか、うん、サラサラ系だね、割と、うん、肉うまいね、柔らかい、美味しいです。適度に歯ごたえもあって、うん、結構優しい味だな。優しくてうまいね。楽しくてなかったでしょ。はい、この時間のカレーうまいね。で、この前に食った飯が、うん、昼の12時、うん、に食べたご飯なんで、うん、10時間ぶりの飯がカレーっていうのはやっぱテンション上がりますね。今俺食った肉トロットロなの入ってたわ。ちょ、角煮みたいな部分じゃないですか、うん、トロットロ。へえ、うまい。ん、俺も今そのトロトロ当たったかもね。え、あ、溶けるみたいなやつ入ってるわ。やっぱ脂が、うん、美味しいですね。甘、ちょっと甘みある。俺これ結構好きかもしんない。へえ、味。池崎さんジビエ系も好きですもんね。うん、めっちゃ好き。頑張っちゃって。うまいね。いや、美味しい。これいいですね。いいよ、カレーのコーンが一番いいんだ。伝わんねえけど。はい。マジでラジオで毎週カレー食ってるやつらいないんじゃないですか。まだストックがあるんでね、まだまだ続きますよ。これはもう YouTube でしかできない、うん、
楽しみ方ですよね。そうだね、はい、さあ果たして、うん、何人の人がこのコーナーをスキップしてるのか。本当だね、このコーナー、うん、みんなどう思ってるの。あのラジオっていつもプレミア公開じゃないですか、はい、だから配信と同時に聞いてる方たちは、うん、これスキップできないじゃないですか。そうだね。あとアーカイブで聞いてる人たちが、うん、さあ果たしてどれぐらいこの画面をダブルタップして10秒ずつまだやってるみたいな、まだ食ってるみたいな。いやでも悔しいからフェイント入れます。あー入れよう。なんかそのカレーのコーナー終わった風の会話しといて、うん、この後またカレーの会話してダブルタップチーム。あー確かにね、フェイント入れとくか。フェイント入れときましょう。いやこの前ね、はい、これもね、はい、俺この前そのルックバック行った時なんだけどさ、はい、ドリンク、うん、1時間の映画だから一番ちっちゃいサイズでいいわと思って、はいはい、一番サイズ、小さいサイズのウーロン茶ください、はい、K サイズですねって言われて。 K サイズ、えで、はい、見たら確かに K サイズって書いてある、はい、その上 L なの。 K と L、 K と L でもう一個ぐらいあったの、はい、いや違う、 KML だった、多分 KML、うん、ほう S じゃないの、 K の、はい、何、え俺多分普通に正解しちゃいます。待って、俺全然わかんなかったんだよな。英語、英語、小学生のクソ映画やってんのに俺、はい、英語、英語、 KML ですよね、うん、はい、これじゃないかなっていう。言ったことある？絶対あると思います。いやでも猪豚カレーの脂身美味しかったですね。猪豚、うん、うまかった。辛さもちょうどよくて、ちょうどいい甘みで、うん、はい、なんか子供も全然好きそうなというかね。今まで最速で食い終わったんじゃないですか、うん、もしかしたら一番腹減ってたのかもしれないですけど。めちゃくちゃうまかった。さあじゃあ採点。これね俺結構好きだったわ、はい、今までが85点、85点、84点、うん、かな。ゴジラカレーが84点、はい、猪豚カレー、はい、86点です。あーうまかった、うまかった、いいですね、めちゃくちゃ美味しかった。確かに美味しかった、肉が美味しかった、シンプルに、うん、うん、猪豚についても知れたし、今のところ単独1位ですね。今1点抜けました。素晴らしいですね、うん、いや楽しみだな、うん、どうだスキップしてた人たち、どうだおい。引っかかっただろう、ま、おいおいおい、また来るぞおい。でこの K サイズのやつのトークはしません、うんうん、各々調べてください、各々調べて。でこれマジで当てに行っていいですか、うん、普通に、うん、キッズだと思います。ぽい、絶対そうだわ、それしかないわ、うん、それはだキーちゃん子供いるからパッて出るのかもね。いやそうなのかな、キッズ、じゃあ M ってミディアムでしょ、ミディアム、 L はラージ、ラージ、はい、K、キッズ、まあありえるね、うん、うん、ありえるな、確かに子供はこれぐらいのサイズがいいってことじゃないですか。それがあります、ないかも、 K でキロ、キロ、キロ、ミディアム、ラージ、こう、米、米、く、そうだね、ないね、キッズです、多分キッズじゃないですかね、うん、K って感じだ、なんで S って書かなかったんだろうなと思って。いやでも、うん、あれマジで統一してほしくないですか、うん、そのようやくスタバになれたじゃないですか、うん、それこそスタバがやっぱ一番尖ってましたよ、うん、ショート、ショート、うん、S をスモールじゃなくてショート、ショート、トール、トール、うん、それじゃないでしょ、グランデ、グランデ、ベンティ、ベンティにようやく馴染んできたから通るって言えるようになった俺も、うん、ね、なんか前 P とかあったんですよ、えなんだ P って、 P? P、 うわ分かんねえ、ちっちゃいんかでかいのか分かんないね、いやでも P が分かんなすぎて、うん、あのもう結果、うん、真ん中のやつとか、うん、言っちゃうんですよ、
言っちゃうね。で、うん、いろんな人が僕と同じことをしてるはずなんですよ、うんうん、真ん中のやつって読み方わかんない、うん、じゃあもうそれは店が変えたらいいじゃんっていう。わかる。俺こんだけみんな真ん中のやつって言ってんだから、一番小さいサイズでって言って、はい、じゃあ K ですねって言う必要あんのかなって思う、ね、一番小さいサイズじゃんそれが、はい、なんか正しいやつ教えてくるよね、なんかね、 K ですねっつって、その、うん、一旦いらないですね、うん、はい、一番ちっちゃいやつって言ってるんだから、うん、そう、俺はね K に疑問を持ってたから、はい、俺一番ちっちゃいサイズでって言ったら、はい、K ですね、ああですあるな、なんだろうな、困ったもんだよ、困ったもんですね、うん、本当に最近ね、はい、もういろんな話しちゃうけど、はい、漫画の話なんだけど、はい、うわー2個ぐらいしたいけどな、宇宙兄弟をガーッて読み直してて、うん、最新まで来たんだけど、はい、キキちゃん最新まだ行ってないです、行ってないです、行ってないです、42巻ぐらいで、うん、タイトルの宇宙兄弟出てくるの、はい、ほう、多分ね劇中にまだ出てなかったと思うんだけど、はい、宇宙兄弟っていう言葉が、うん、はい、初めて出る時があるんだけど、はい、むちゃくちゃいいよ。本当ですか。鳥肌むっちゃ立った。うわーうーわここあ宇宙兄弟来たと思って。いやその宇宙兄弟は本当に僕も大好きで、うん、この名シーンが多すぎるじゃないですか。で僕ある程度追いついたら、うん、貯めたくなるんですよ、うん、ワンピースとかもそうなんですけど、ワンピースの、ね、うん、なんとか編が終わるまで読まなかったりみたいな、ね、うん、一気に読みたいな、だから宇宙兄弟も今ちょっとストック中なんですよ。いいわね、もうね本当に終わり近いから、めちゃくちゃいいよ。いやそっか、終わってから読むのがいいのか、もうありかもしんない。で今から読み始めてちょうど終わりの巻が発売されたら一番いいけどね。何ですか。そう、そのなんだ、宇宙兄弟もある程度ブロックあるじゃないですか、うん、なんとかミッションとか、うん、でそれで今貯めてしばらく寝かしてるんですよ。ずっと面白い。いいっすよね。いやしびれたね。 しびれるわと思って、名場面多すぎて、うん、語ったらまたやっぱりね、あの漫画やばい。漫画やばい、うん、宇宙兄弟、宇宙兄弟やばい。今上位来てますか。むっちゃ好きむっちゃ好きむっちゃ好き、めっちゃすごいと思った。池崎さん、うん、年々ちょっとオタク化してきてますね、うん、そのどん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 濃くなってってる気がしますね。ああそうかな、はい、その費やす時間というか、むっちゃ余っちゃった。あと、はい、これ皆さんにもねちょっと読んでほしいんですけど、うん、キーちゃんにもものは試して読んでほしいんだけど、はい、ヤンジャンでやってる、はい、少年のアビスっていう漫画あるの。少年のアビス、アビス、うん、ほう、少年のアビス、うん、主人公が、はい、高校生で、はい、あちょっと子供、高校生なんだけど、はい、お母さん、はい、引きこもりの兄貴、はあ、でおばあちゃん、ちょっと介護が必要なおばあちゃん、はい、で主人公、はい、4人で暮らしてて、うん、で進路相談あっても先生にちょっと僕はもうこの町から出れないんでっつって、はい、家のことになるからっつって、うんうんうん、早めに仕事ついて家のことみたいな、はい、って言って、でも同級生の女の子とかは、はい、この町出たいなとか言って、こんな狭い村みたいな町みたいな、はい、でそんなある日、うん、好きなアイドルが、はい、好きなアイドルがだよ、はい、コンビニで働いてる。ほう、あれなぎちゃんじゃんってなって、はい、で夜中行ったらなぎちゃんがタバコ吸ってんの。ほう、タバ、あのコンビニの裏で、うん、えっつって、あ昼間店に来た子だっつって、はい、えっつって、なぎさんですか、うんみたいな言って、そしたらそのタバコをね、はい、お互い吸い始めたけど、うん、いやタバコとか吸わないとやってられないことが多いよねとか言って、このタバコの火を、タバコの火、
火をあのタバコとタバコをくっつけ合ってつけるパターン、うん、ありますね、火ない時、そう、はい、でチュッチュッて、はい、そしたらほら火ついたでしょって言って、はい、俺の命が浮き出すみたいな感じで始まんの何それ。でこれはいいんだけど、はい、あなんか、うん、ラブコメ始まんのかなって思う、はいはいはい、うん、もうねそっから2話ぐらいからいろんな登場人物出てくるんだけど、はい、ありとあらゆる登場人物がありとあらゆる二択を悪い方向に全部選びまくって、はい、ずっと暗い、もうだからアビスの、もうずっとアビス、アビス深淵みたいな意味なんだけど、あそういう意味なんですね。もうねずっとね、なんでそっち行くんだよ、あお前もやばいやつなんか。 でもちょっと読んでみたいです、今の話もうびっくりするよ、はい、お前もやばいの、はあ、お前そっち行っちゃうの。池崎さん、うん、漫画紹介ちょっと上手くなってきてますね。あそう、前、うん、オチ言ったりとか、うん、ケザ言ったりとか俺いや最近だからね、うん、池崎さんからおすすめされる作品、うんうん、見てみようって思うことが多くて、嬉しいわ。僕結構読んでるんですよ。あそう、池崎さんにおすすめされるやつ。ちょっとアビス読んでみて。読んでみます。俺ももう一回タイトル、少年のアビス。少年のアビス途中から俺は、はい、もう笑っちゃった。あもういやもう燃えてってなるよっていうぐらい、はい、深淵に行っていくから。深淵ですか。すっごい浴びするから。うん、僕それで言ったらもう最近彼岸島が好きすぎて俺読んでないわ、ずっちと。これ読んでください。完結したの彼岸島。彼岸島と彼岸島48日後あるね、続編あるんで、ね、最高です。完結した。完結してないと。してないのあれ。まだしてないです。すっごっ、すごいんだ。まだ丸太で戦ってるの最近は、うん、あの彼岸島、まあ、シーズン1みたいなのを丸太で戦いまくってて、うん、でシーズン2はあのすんげえ、うん、細めの、うん、鍵尻尾みたいになった刀、うんうん、で 100m ぐらいある、うん、鬼を真っ二つにしたあれ人間じゃんあれ主人公そう、悟空とかそういうタイプじゃん、人間だもんね。その彼岸島ってまあ吸血鬼がいる島か、島で主人公がいるんですけど、うん、その吸血鬼の感染のルールがむちゃくちゃというか、うん、僕らの知ってる感覚と違って、うん、ゾンビとかだと噛まれたら、うんうん、吸血鬼になっちゃうんです。そうそう、でも吸血この彼岸島のルールでは、うん、吸血鬼に噛まれると、うん、基本ションベン垂れ流すんです。あそうだった。なんか力抜けてね、力抜けてもうジョバーってションベン垂れ流すだけで、うん、別にその吸血鬼にはなんないです。あなんないんだっけ。あれなんないです。で吸血鬼になるのは基本吸血鬼の血がなんか粘膜とかに入ってたら、そうそうそう、口とか目とか鼻から入っちゃう、うん、あとは傷口に吸血鬼の血が入ったりすると吸血鬼になっちゃうんですよ。で戦闘ものなんですね、うん、で主人公のアキラめちゃくちゃボロカスに叩かれるじゃないですか、うん、吸血鬼になれる、ね、うん、血全身からバーって浴びてるんですよ。うん、そいつが吸血鬼真っ二つにして返り血めっちゃ浴びるんですよ。で吸血鬼にはなんないんですよ。突っ込む方がナンセンスというか。なるほど、そうだよあれは、はい、うん、もうそのあれもうサメ映画みたいになってるし、そうだからサメ映画ですあれは。そうだよね、はい、なんか最初はちゃんと怖いさ、はい、話っぽかったけど、はい、途中からもうそんな感じになってるよね、はい、もうね。で妖怪、うん、鬼と呼ばれるやつらが出てくるんですけど、うん、もう48日後とか、うん、最初の頃結構怖いやつ出てきたじゃないですか。めっちゃあるやつね、うん、もう基本もうなんかふざけすぎだろ作者っていう、そのふざけ始めてるうわ見たいな見てこれ本当になんか、ちょっと調べよう彼岸島48日後まで。でも最初から読んだ方がいいね。はい、うん、改めて。あでも全然見たい久しぶりに。これはもうバキとかにやっぱ通ずる世界ですよ。そうだよね、はい、な彼岸島超合本版っていうのが出てる。はい、これ読んでほしい彼岸島。
ああ10巻までっていうのは超合本本っていうのは、うん、40巻ぐらいあるのか。はい、で48日後もあるんで、サクッと読めそうだしな。はい、あでもそれは確かにいいですね。うん、うん、あこれはいいわ、なんか読もう。はい、ぜひ読んでください。確かに僕もおすすめなの。いやさあそんなことで池崎さん、はい、前回ですね、うん、覚えてますかテーマ、夏のひと夏の思い出、うん、っていうのを募集したところ、まあ胸キュンの来ましたか、いいお話がいっぱいあったので、ちょっとこの続行しようと、はい、いうことで今週も、うん、ひと夏の思い出、胸キュンしたエピソードを教えてくださいというのを、はい、お願いしました、うん、それでまたいろいろと届いておりますので、ちょっと読ませてください。こちらラジオネーム野方さん、夏の思い出を投稿させてください。高2の夏にコンビニのバイトをしていました。もういいね。もういいですよ。もういいね。夏休みということもあり、毎日バイトしていたら、はい、毎日21時を過ぎる、過ぎに来る女性のお客さんがいました。いつも同じ時間に来てタバコかお菓子を買って帰るので、顔は覚えていたのですが話したことはありませんでした。うん、ある時バイトの交代の時間になっても次の人が来なくて、店長に連絡を入れたら寝坊したと伝えられ、ちょっとの間だけ延長してほしいと言われ、うん、特に予定がなかった自分は普通にバイトしていました、うんうん、その日の22時近くにその毎日来る女性が来て一言、え高校生じゃないの、この時間まで大丈夫なのと声をかけてくれました。自分は店長が寝坊で遅れてるみたいで、その時間だけです、家も特に厳しくないので大丈夫ですと答えました、うんうん、田舎に住んでいたためそんなにお客さんも来ない時間帯ということもあり、店長が遅れてくるまでその女性と話しながら待つことになりました。へえ。その日以降その女性と仲良り、毎回話をする中で一緒に遊びに行くことになりました。マジかよ、すごっ。その女性は地元の大学に通う4年生で、車も持っていたためドライブしながらたわいもない会話をして楽しみました。高校生の自分はこれってデートなのかなとドキドキしながら会っていたのを覚えています、うんうん、すごいね。夏休みも終わりに近づき、バイトを辞める前に告白した方がいいのかな、うんうん、と思っていた自分はある日バイト終わりに会う約束をし、うん、いつものように車に乗せてもらいました。エロいな。まだ告白する勇気もなかった自分は、ある公園の駐車場に止まったタイミングで、うん、どういう人が好きなんですか、もしかして俺のこと好きだったりします、冗談交じりで聞いてみました。なるほど。一瞬沈黙になった後キスをされました。初めてのキスということもあり、自分の中で時が止まり何も考えれなくなりました。その後彼女とお付き合いさせていただきましたが、数ヶ月後には、就職で県外に出て行ったため別れることになりました。ただ未だにあの日のキスを超える衝撃には出会えていません。それはすごいな。出会い方もすごいし、はい、そのキスのタイミングもすごいね、はい、一生の思い出だね。これ一生の思い出だ、ね、一生居酒屋で語れるわ何回も喋ってると思うよ。すごいわ、たまんないね。さあ続きまして、どんどんいきますよ、はい、もうキュンキュンしてもらいますから。すごいわ。ラジオネームキーポンさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。ひと夏の思い出がまだ受付可能ということで、25歳頃の話をお送りさせていただきます。いい、ね、当時イベント系の仕事をしており、そこで知り合った人をめちゃくちゃ好きになりました連絡先を聞き、うざいと思われない程度に連絡をし、飲みに行きましょうとお誘いし、夏祭りなど行くようになりました、うん、最終的には一人暮らししていた家に彼が遊びに来てくれるようになりました。いやもう両思いっぽいけどね、女性なんですよね積極的に、うん、ただ実は彼にはお相手がいて、簡単に言うと都合のいい女的なポジションでした。なるほど、うん、なるほどね、うん、そんな中でもいつかは振り向いてくれるはずと思っており、全力投球を続けましたが、気づけば連絡をブロックされ音信不通になりました。ブロックされるんかそいつ。全力投球の段階ですでにうざかったのだと思います、うんうん、ああ彼は私のこと大して好きじゃなかったんだなと、いろいろ考えながら自分自身を納得させた後、半年ぐらい経って彼からお元気ですかと連絡が来て、うん、どんな事態やねんと思ってびっくりしたのを覚えています、うんうんうん、
そこからまたコンスタントに連絡を取るようになり、それぞれに相手がいる時もあったりする中、知り合って6年を経てお付き合いをし、お付き合って1年で入籍をしました。現在結婚3年経ちます。すごっ。付き合うまでもこんなのひと夏のなんかやんけと思っていましたが、いろんなことを経てつながることもあるんだなと思いました。長文失礼しました。とこんなパターンもあるんですねなんかすごいね、リアルだ ね。めちゃくちゃリアルですね。はあ、すごいね。さあ続きまして、次の方も女性ですね、うん、馬主ネームあやこさん、ありがとうございます。高1の夏休みのことです、うん、ふと思い立って通っていた小学校を見に行きました、うん、中2の冬に引っ越したので1年半ぶりの地元です、うん、ほうほうほう。だちょっと遠くにある地元に帰って小学校を見に行ったと、うん、で中学校から私立の学校に通っていたので連絡が取れる友達もほとんどいないけれども、無性に懐かしい景色が見たくなり電車を乗り継いで1時間半かけて向かいました。小学校に着くと校庭で子ども会の夏祭りをしていました、うん、入り口の役員の方にこの小学校の卒業生と話すと入れてくれて、ちょっとした出店やスイカ割りの様子を見ながらうろうろしていたら、おお、なんでいんのという声がして振り返ると、小学校時代の同級生の男の子がニコニコしながら近づいてきました。へえ。彼は私の初恋の人。そんなことあるんかい。中2までは塾で時々会っていて、うん、会うのは引っ越しして以来です。引っ越す直前に彼から告白めいたことを言われたけれど、その時は恥ずかしさではぐらかしてしまって、そのことをずっと後悔していました。おう。一瞬誰だかわからないほど背が伸びて大人っぽくなっていて、でも人懐っこい笑顔は変わっていなくて、その時点でまず1回目のキュン、うん、お母さんに頼まれて手伝っていたそうで、優しいところも変わっていないんだなと思うとまたキュンとしました、うん、嬉しさと照れくささを隠しながら話していると、変わってないね、すぐわかったと言われたので、え、変わってない、結構メイクしてるのに、と言ったら、だいたい変わってないけどめっちゃ可愛くなったな、と言われ膝から崩れ落ちそうなほどドキュンときました。強。小5からずっと好きだった彼との再会、無性に小学校を見に行きたくなったのも、告白に応えなかった後悔を晴らすため神様が引き合わせてくれたのかも、これは運命かもしれない、思うね、うん、頭の中でブワーッといろんな考えが浮かび、このチャンスを逃しちゃダメだと思いました、うん、意を決して今度2人で遊びに行かない、と言うと、うーん、2人だけは彼女が嫌がるかも、という返事が、あらまあ、ガーンと頭を殴られたような衝撃でした、うん、一気に叩き落とされて悲しくて胸がキュッとして、浮かれた自分が恥ずかしくて、それを悟られないたくないばかりに、ふーん、彼女心狭いね、と嫌な言い方をしてしまったんです、うん、彼はちょっと悲しそうな顔して、そんなこと言うなよ、うん、と言いながら私の頭をポンとして自分の持ち場に戻っていきました。キュンと後悔がセットになったひと夏の切ない思い出です。素晴らしい、すごい偶然だね。すごい話ですね、これ。そんな、うわ、すごい経験してるわ、みんな。馬主、馬主ってちゃんと青春してますねそうだよ、ちゃんと結婚してる人も多いし、はい、すごいよ。嫌な言い方しちゃったか。結婚さっきの結果結婚するっていうのもリアルだったしな、はい、こういうのもいろんなリアルがあるな。すごい女状態からの結婚、 大逆転というかね、いろいろお互い経て、はい、はあ、さあ続きまして、ラジオネームうぶちゃん、うぶちゃん、伊崎さん、北村さん、こんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴しております。私はですね、中学3年生の時、同級生の K 君から後輩から言い寄られてるんだけどどうしたらいいかなと相談されました、うん、最初はそんなの知らないよとそっけなく突き放すくらい本当に興味がありませんでした、うん、ですが顔を合わせるたびに、昨日はこんなメール来た、遊びに誘われたなど聞いてもないのに報告をされ続けるので、私もどんどん、どんなメール来んのと話を聞くようになりました。優しい。そんな日々が続いている中、修学旅行シーズンが来ました。例の後輩からお土産が欲しいと言われたから一緒に選ぶの手伝ってくれない、うんうん、と相談されたので、
自由行動の日は一緒に回ることになりました、うん、お土産を選びながら K 君に後輩からもし告白されたらどうすんのと尋ねてみると、まあ、別に嫌いじゃないし、まあ、付き合っちゃうかも、うん、と答えが来ました。その答えを聞いて私は落ち込んでしまいました。なるほど。そう、私はいつの間にか K 君のことが好きになってしまっていたのです、うん、私はお土産渡したらきっと告白されるんじゃないかな、よかったねと強がってみせ、一緒に お土産を選びました。やばいやばい。修学旅行が終わった後、うん、付き合った報告されるのが怖く K 君を避ける日々が続き、うん、そのまま夏休みに入ってしまいました。へえ、開くんだ。毎年ある地元の花火大会の前日、久しぶりに K 君から明日の花火大会行く？とメールが来ました、うん、K と後輩が行くなら行かないと送ると、なんで？と返事が、うん、やけになり2人一緒にいるところを見たら泣きそうだからと本音を送りました。あら、急に？すると告白はされたけど付き合ってないよと予想外な返事が来ました。ついなんで？と聞いたら、好きな人ができたからと、これまた予想外な返事が。おい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 、誰？と聞いてみると、うわ聞いた、花火大会の時に教えてあげるから一緒に行こうと返事が来ました。おいおい、これで別にしちゃったらもうやばいぞこの男。プチパニックを起こしながらも当日を迎え、打ち上げ花火を並んでみながら、で好きな人って誰よと緊張しながら伝えると、うん、お前に決まってんじゃんと言われました。バラ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 驚きと嬉しさでいっぱいになり涙が止まらなかったため、花火はまだ途中でしたが彼の自転車の後ろに乗せてもらい自宅まで送ってもらいましたすごいね、全部やってんじゃん青春。これを書いてる途中思い出しながらまたなんだか泣けてきてしまいました。すごいな、合図だこれも。合図ですね。恋愛漫画全部入ってたよね。すごいじゃん今の人。うわーすごいな、これ漫画すぎるだろ。漫画の話してきたんじゃないもしかしたら。あと僕これ、うん、ひと夏の恋の話が好きすぎて、うん、もう読むやつ多すぎます。まだまだありました。じゃあ来週また来週なんですかね。ちょっと一件、うん、一件、はい、いやその読みたいんですけど、はい、前回、はい、そのこれ何だったんだっていうのを聞いてきてくれってポミタさん、うん、言ったじゃないですか、うん、三尺金玉のポミタさん前回息づきの何だったっけ、花火大会劇団の新しく入った人、うん、まあ、いいなと思って花火大会見に行って、っていうか花火大会めちゃめちゃみんな見に行きますね。ね、すごいわ。見に行ってコツンって来たんだよね。隣肩コツン、うん、で、あれこれ俺好きなんじゃないのってなって告白したけど、うん、断られた、うん、でも僕と池崎さんがいやおかしいと、うん、なんだったのか、うん、調査してきてくれた。そう、結構その直後に振られてんだよね。はい、うん、そうです。割と間髪入れず告白したけど振られたと、うん、で今でも連絡取れるって言うから、うん、ちょっとサンシャイン池崎が知りたがってるから大丈夫聞いてきてくれと、うん、いうのをラジオ越しにお願いしたらポミタさん、うん、三尺金玉のポミタさんが聞いてきてくれました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、お疲れ様です。三尺金玉のポミタです振られそうだなこれでも、うん、もしかしたらその女性の方もこれ聞いたかもしれないじゃないですか。確かに。それが三尺金玉がどうって言われてたどういう気持ちなんだろう。さあ今回はテーマにちなんだお便りではないですが、早速当事者の彼女に連絡を取りまして、うん、当時の心境を本人から直接聞かせていただきましたので池崎さんと北村さんのお耳に入れたく連絡させていただきましたありがとうございます。いやー申し訳ないね。これはね、馬主の皆さんも気になってたと思うんですよ、うん、これはありがたい。花火大会の肩コツンの彼女、うん、仮に A さんとしますと、うん、A さんの第一声、これこれこれ、うん、あ肩コツンってしたけど、うん、あれどういうあれだったのって聞いたところ、 A さんの第一声は、うん、え覚えてないでしたそんなもんか。2人で花火大会に行ったことは覚えているのですが、どんな心境で肩に頭を乗せたのかは明確には覚えてないそうです。ですがその時に立ち返ったつもりで考えてみると、うん、
なしではなかったんじゃないのかなって思いますとのことでした。なしではない、だからスーパーありでもなかったっていうか、うん、だから審議中みたいな、わろし、わろし古典で言うわろしぐらいなのかな。うん、ですが A さんは自分のプライベートに劇団や仕事先のことを持ち込めたくないタイプで、お付き合いする対象にそういった関係者を選びたくないという気持ちが強かったので、告白はお断りしましたと話してくれました。ありがとうございます。まあつまりまとめますと、うん、花火大会っていうシチュエーションも相まって思わずノリで大胆なことしちゃったけど、劇団の先輩っていうマイナス要素を超えてまでお付き合い OK するかって言われるとそこまでじゃないかなということだそうです正直ですね、まあ、ポピタさんはでもこれで逆にすっきりしそうだね。とはいえ僕としましては、当時の話とはいえ、好きな子になしではない判定をもらえていたことが少し嬉しくもありました、うん、ちなみに A さんにもラジオを聞いてもらい、池崎ネームにも笑ってもらいました、何年もの前を記憶たどって答えてくれた A さんに感謝です。以上ご報告とさせていただきます。池崎さん、北村さん、男性話の皆様も女性の思わせぶりな行動にはくれぐれもお気をつけください。失礼いたします。三尺金玉のポミタ。やっぱ結局男もさ、その場の空気でさ、はい、うわってなる時あるもんな。それはもうしょうがないよね。うん、いやでもわざわざこうやって聞いてくださってありがとうございます。ポミタさん、三尺金玉ありがとうございます。いいですね。十尺金玉に格上げ、格上げです。昇格、昇格十尺でいいですポミタさんはだって一尺って確か30センチとかじゃなかった、うん、そんなの一尺ってあれ、いや結構あるかも確かに。一尺って、うん、一尺確か30センチ、あそうだ 30.303 センチってですよね、うん、10尺ってことはもう3メートルだが2個、2個、6メートル10尺金玉に、はい、本当におめでとうございます。いや出世というか、いいですね、うん、いやこれマジでまだまだいっぱいいろいろあるんだよな。すごいね、マジですごいわ、はい、恋愛のお話って、はい、そんなロマンチックな、なんか全部さ、うん、キュンキュンショートムービーにできるレベルだもんね。じゃあラストちょっといいですか。お、ありがとうございます。もう1個だけ、うん、ラジオネーム年齢非公開32歳りのちゃん、男性さん、お、これは私が中学1年生の頃です、うん、入学してから僕はもともとやっていたこともありサッカー部に入り、新しい環境で緊張し慣れないのもありながら部活中心の生活を送っていました、うんうん、今まで恋愛経験なんてほぼなかった僕ですが、自分が気になってる子って誰だろうと考えることがありました。あるよね、うん、すぐに答えが出ました。同じクラスの色白で黒髪が綺麗な柔道部の子です。ああ、柔道部なんだ。その子はよく笑い、男女ともに友達も多く、なぜか絵もうまく、いわゆる一軍女子でした。へえ、僕も髪の長いサッカー部というちょいモテポジションを得ていたので、うん、そこそこ気軽に雑談したりもできる関係だったんですが、僕は人見知りで全く女子に慣れていません、うんうん、しかし初夏に行われた田舎に泊まる学校行事で関係は大きく前進します。ほう。先生から当日は男女の混合のグループで行動するからそれを決めようと予告された時に、その子からお誘いがあったのです。ほう。僕は内心テンション爆上がりなのに、まあいいよとクールぶってクールぶっちゃうんだその時はな。行事当日で覚えていることはただ一つです、グループの6人で夜の大自然を散歩する肝試し企画でした。うーわー、そんなあるんだ、すごっ。肝試しが始まると、最初はただの散歩感覚だったのですが、途中から怖いねと言いようになり、女の子同士は腕を組んでいました。おお。そして急展開、その子は空いていた自分の左側の腕をノールックで僕の腕と組んできたのです。初めての体験にドキドキしすぎて、その後はあまり覚えていません。いや、だったら話すけどと言われ、別にいいよと声が裏返りながら言ったと思います。その後は
学校でも話す機会も増え、その子のデザインしたクラスの旗を作る行事にも積極的に参加し、関係も多分めちゃくちゃいい感じになってたと思います、うん、そのまま冬が来て、いつ告白しようかな、いや無理かな、どうしようと悩んでいた頃、その子が、うん、転校すると聞かされました。やってもだ、その手があったか、まだこのキーワードあった、転校まだあったね。うわーどうするの、と頭が真っ白になりました。うわ、でも恋愛初心者の僕は何も言えず、転校する前の最後の日にも文房具をあげるだけで何も言いませんでした。うわ文房具かい何この生々しい文章、しゃあないか、文房具あげるか、青のかけます、こんなんだって、文房具あげるっていう、文房具あげるストーリーかけないわ、これね断言します、 100% 事実の話です。これも書けない、文房具をあげる創作じゃ無理です。そうだね、はい、文房具あげるだけで何も言えませんでした、うん、うわ、え中学だね、高校、中1の頃です、うわ、はい、中1の頃です、うん、はい、で文房具あげるだけで何も言えませんでした、年賀状書くからねと言われたのも言われたものの、夢中だからとバカ正直に答えてしまいました。うわ大してんの、結局何も言えずその子は転校しました。うわ、後にその子の友達に両思いだったことを知らされました。最悪、自分はなんて愚かなんだろうと思いながらも、その子が忘れられずすごく後悔しました。どこで転校したんだ、なんでもっとうまくいろいろ言えなかったんだろう、口下手の恋愛下手の自分を責めました、うん、1年足らずの青春時代の記憶です。うんこは去年漏らしました多目的トイレです、知らんけどすごい、やーこれすごいな、リノちゃんさんのやつリアルだね。そう、そっからさ、はい、がないのがリアルだね、はい、うん、ただ文房具あげて、うん、年賀状書くねって言われると、ああいやもう中だからって言って、で終わり、会話終わりです、ね、終わり、ドラマじゃないか、こんな脚本書けますかっていう、うん、映画で、うん、出会っちゃうもんやった、はい、またその、そうそう、文房具渡して、うん、ああもう中だからっつって、うん、転校してって終わるっていう、そう、いやすごい、これは青の箱だったら一緒に住んじゃうから転校するとか言ってわあ、青の箱読みたくなったな、うん、青の箱と合図読みたいね、ちょっとレベル高いな、レベル高い、めちゃくちゃいい、うん、すごい最高です恋愛好きだから、恋愛話大好きだから、ちゃんは恋愛バラエティも好きだし恋愛好きなんだよな、はあ、いやいいね、決めれないです、決めれない、はあ、でもそれも良かったな、はい、さあというわけで投稿いただいた方の中から毎週ですね、うん、池崎ネームという、まあラジオネーム一番最初の人も良かったな、コンビニバイトそうしていて、うん、キス、そう、僕のこと好きなんじゃないですかで冗談っぽく言ったらキスしたと、そう、俺コンビニでバイトしてたことあるから、あー乗っかるんすね、うん、そんなことあんだ、うん、あとは、うん、都合いい関係だったけどいつの間にか結婚してると、これも生々しかったですね、生々しいね、相当リアルだよそれ、はい、うん、それと地元のとこ戻ったら、うん、お祭りで再会した、うん、バンドシネマ綾子さん、でも彼氏彼女いたってやつだね、はい、うん、うわーです、あれかウブちゃんさんの、うん、文房具、いや打ち上げ花火見ながらで好きな人って誰よ、うん、お前に決まってんじゃんのやつです、うん、後輩の相談乗ってたお土産のね、もうスーパーハッピーね、はい、リノちゃんさんの文房具、文房具もよかったね、はい、わー文房具もよかったな、なんかさあ今回じゃあどなたに、文房具にしようかな、わかりました、はい、年齢非公開32歳リノちゃんさん、
が今週の池崎ネーム。年齢非公開32歳、はい、もう尖ってんな名前が。りんごちゃんさん、はい、なんだろうな。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、じゃあ池崎ネーム。文房具、練り消し1個、コンパス止め。いいの？練り消し1個、練り消し1個、コンパス止め。リノ。リノ。いいですね。文房具だから。文房具だから。はい。というわけで、リノさんにはですね、練り消しっこコンパス止めリノという池崎ネームが授与されました。使う使わないは、52と。そうですね。おめでとうございます。さあ、次回投稿テーマどうしますか？これはどうします？一回ストックしときますか？まあ、一回違うテーマにしてもいいんじゃないかとは思いますけど。じゃあ違うテーマにしましょうか。はい、いやでもすごく良かったね。いやめちゃくちゃ良かったです。恋愛系は盛り上がるね、やっぱ、うん、何にしようかな。でも本当夏だもんな、うん、思いっきり恋愛。じゃあもうちょっと先の恋愛する。もうちょっと先の恋愛。こんなプロポーズ受けましたみたいな。こんなプロポーズ受けました。プロポーズの思い出。あ、いいですね、うん、まあ多分既婚者多いだろうからこのラジオ聞いてる方、うん、いいですね、うん、プロポーズの思い出、うん、思い出、うん、そっか。それに対して池崎さんはどういう角度で話すつもりなんですか？何の経験もない俺が。俺は経験済みですから。そうだよね、プロポーズしてるもんね。ちょっと聞きたい。そうですね、じゃあ、うん、こんなプロポーズされましたというのを送っていただければと思います。はい、X のアカウント、サンシャイン池崎のラジオペガサスアンドユニコーンというアカウントありまして、そちら DM 開放しております。ぜひご応募ください。お願いします。ジャンルはどんなんでもいいですもんね。胸キュンだろうが、うん、びっくりだ、断ったやつでもいいですもんね。失敗とか、はい、何でもプロポーズしたけど失敗とか、腹立って断ってやりましたでもいいし、うん、ああいいですね、何でも、うん、プロポーズにまつわるエピソードお待ちしてます。はい、さあというわけで、うん、末広がり88回、88馬力、はい、面白かったですね、うん、うわもう90だね。90、うわ90ちっけ、考えとこう。てか100近100も近いね、うん、はい、いやー参ったね。ありました、ね、まあまあまずは来週の89馬力はい目指して、うん、89馬力、はい、吐く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 馬吐く馬吐く馬、うん、あゲロ吐く馬、ゲロ吐く馬、ゲロ吐く馬、来週吐く馬か。うんこを足に吐く馬、はい、靴としてだから何ゲロ吐く馬と、うん、うんこを吐く馬、吐く馬、はい、落ちてる馬糞を、はい、尻尾のふさふさで、はい、あの吐く馬吐く馬ほうきみたいに吐く馬、うん、押してる番号を操作するかのように尻尾で白馬、うん、はい、いろんな白馬が、いろんな白馬、次回は登場します。登場するいろんな白馬登場する回になる、はい、なると思います、はい、ぜひお見お聞き逃しなく、はい、さあそれではまた来週です。ありがとうございました。パカラッパカラッ。